バンパーということで、あやせルート続きの方をやっていくんですけれども、今回はね、まあ、デート会の続きということなんですが、まあもしかしたらおうちデートとねいうことなんで、あの夜のね、あのお預けの続きが見れるのかななんてね、ちょっと期待しております。はい、ということでじゃあ見ていきましょう。さすがにポーカーのようなものになると俺の能力で有利に進めることはできない。それに約束をした以上、密かに能力を使うつもりもない。正々堂々と勝負を重ねながら、お互いのことをいろいろと知り合っていた。律儀だな。三笠さん、足が速いのか。おお、何それ。短距離はさすがに陸上部に負けるけど、中距離と長距離なら勝つこともあったわね。へえ、なんかさ、なんか逆のイメージあるんだけど、なんか陸上部ってこうめっちゃスタミナつけてるからさ、中長距離めっちゃ得意みたいなね、人が多いイメージなんだけど、俺のイメージね。だから短距離はなんかさ、普通に一般のさ、他の部活の運動部のやつでもさ、陸上部より速いやつなんていくらでもいたから、なんか案外短距離の方がみたいなね。まあこれ男子のさイメージだけど、女子だとちょっと違うのか。へえ、それはすごい。言っときますけどね、周りも似たようなもので、私だけが有利ってわけじゃなかったからね。どういうことちょっと意味が分かんないな。別に何も言ってない。え、どういうこと。空気抵抗が少ないとか、胸が揺れなくて痛くなかったとか、そういうのが有利に働いたわけじゃないんだから。ああ、そういうことね。ね、突然何の話始めたのかなと思ったけど胸の話だったんですね。だから何も言っていないだろう。完全に自分から言ったな。ほんと、あの頃は差なんてなかったのに。どうしてこうなった。確かに、もう小さい頃はな、そんなに差がないのに、高校、中学高校ぐらいからなんであんな差がつくんだろうな、女子って。そこら辺は自分の希望だけじゃどうにもできないしな。お、なんだ。有原くんってそういうコンプレックスなさそうよね。イケメンだしな。ねえ、こう別に体格もね、こう小さかったり大きすぎかったりすることもないし。身体的なコンプレックスのことか。身長も結構あるし、太ってるわけでもなければ痩せすぎってわけでもないし、体も引き締まってたし。お、まあそうかもな。特にそういうことは気にしたことがない気がするな。いいな、男の子はそういうこと気にしなくて。三笠さんだってコンプレックスを感じるほどじゃないと思うかな。可愛いし、モデルみたいでスリムだしさ。そう、モデルの人なんてさ、胸すごい、なんかもう、ないのみたいな人たまにいるからな。でもそれがいいんだよな、逆に。胸こうめっちゃガリガリの方がモデルはいいみたいなね。誰が胸までスリムじゃん。いやなんで自分で。誰もそこまで言ってねえ、誰も言ってねえんだよな。俺一言も言ってねえしな、全部妄想なんだよな。まあ胸は大きすぎても小さすぎても気にする子が多いとは思うが、ないものねだりってやつね。まあ俺も気になる部分が全くないわけじゃないんだけどな。お、本当に平均的。その話か。な、大きさなのか、もしかしたら小さいんじゃないか。うるさいわ。そういうことが最近特に気になる。そうだよね、最近気になるよね、そりゃね。今まで気にしたことはなかったのに、激しく拒絶されたことに、あことと近いうちに使用するかもっていう期待からなのかもしれない。うるさいわもう。え、何有原くんのコンプレックスって。知りたいよな、綾瀬さん。それはちょっと言えない。それはずるくない。私のコンプレックスは知ってるくせに。あれはあくまで事故だったろ。そうなんだけど。それよりも、ほら、もう14時じゃないか。おー、もう4時間ぐらい。14時だから、4時間ぐらいか。もう何時間もゲームをして、腹が空いたな。昼ご飯食べに外に行かないか。逃げた。今絶対逃げた。逃げたな。いやまあ、
逃げてるのは私も同じだから文句は言えないけど、なんであんな凶悪な形をしてるんだろう。なんでそっちの話に行くの。もっと可愛げがあれば、うん、あんなおじけづいたりしなくてもいいの。ああ、それでショタコンになる人がいるのかな。でも確かにね、幼少期ね、男子の幼少期って結構ね、こう白くて白くてっていうとなんかあの生々しいけどさね、結構なんていうのかな、こうゴツゴツしてないからさ、確かにだからそういうのがこう可愛らしくていいみたいな感じなのかな。知らんけど、今はその話はいいから早く昼ご飯を食べに行こう。何を食べようか。俺は特に何でもいいよ。麺類とかお米系とか、どっちでも。もうそういうの良くないぞ。あっさりしたのとか濃い味付けのものとか、どっちでも。会話になんないでしょうが、何かひねり出す努力ぐらいしなさいよ。そんなこと言われても。いや、もちろん会話したくないとか言ってるわけじゃなくてだな。むしろ三笠さんに希望はないのか。まあこういうのはちょっと女の子の希望に合わせたいよな。なんか男がガツガツいくと女の子はえってなるからな。私も考えてなかったから有原くんに聞いたんだけどね。まあな。ちなみに有原くんが最初に組み立てたプランだとどうなってたの？ネットで評判のイタリアンの店とかかな。それっておしゃれな感じのお店？調べた限りではそういう雰囲気だったな。そういう気取る感じは苦手だから、もっと気軽な方がいいんだけど。そう言ってもらえると俺も気が楽だ。でもイタリアン、あ、そうだ、思い出した、イタリアン。ん？なんだ、もしかして行ってみたい店があったのか。うん、気になってるピザ屋があるのよ。ピザ屋？ピザか、いいな。どこにあるんだ？それが普通の店舗じゃなくて車で移動販売してるピザ屋なの。へえ、何それ、そんなのあんの。車にちゃんと釜が積んであって薪を燃やしてピザを焼くんだって。へえ、そんなあるんだな。なんか公園とかでたまに、公園じゃないな、なんかちょっと広場みたいなところでたまにいるようなこう屋台的な感じのあの車のあれみたいなやつか。もうみたいなって多すぎてちょっとあれだけどさ、伝わってないかもしれないけど、そういう感じの。へえ、そんなのが和紙図でいいんだっけこれ。にもあったのか。ん？おお、なんか忘れちゃったよ。和紙図だっけこれ。もういいや。平日は駅前やビジネス街で売ってるらしいわ。休日は住宅街の方にも来てるらしくて、いつかチャンスがあったらって思ってはいたの。じゃあせっかくだから探してみるか。何か移動場所のヒントはあるのか。お店の人が SNS に書き込んでるはず。ちょっと待って、調べてみるから。なんて名前だったかな。お、書き込みではこの先の公園のはずなんだけど。すげえ、あ、なんか新しい背景が出てきますよね。こんなの他のルートになかったよね。綾瀬さんルートだけ出てくる感じ。まだ移動してないといいな。一応予定では5時までは公園にいるって書いてあったから。あ、見つけた、あれだ。おー、あ、すごい。学院から徒歩5分程度の緑豊かな都市公園、中心の開けた広場にその車は止めてあった。あー、やっぱでもそういうパターンのやつか。キャンピングカーを改造しているらしい。そう、俺もねそれをなんかそういうのかなと思ってたんですけど、そういう感じのやつか。絶賛営業中らしい。その車にはお客が並び活気づいていた。へー、本当だ、車の中に窯がある。しかも1枚600円ってのも宅配ピザよりお手頃だな。焼きたてのいい匂い。そこの可愛いお嬢さん、ピザはいかがですか。おお、可愛いだなんてそんな、もう照れてしまいます。お上手なんですね。
いいね、猫かぶり。このね、早技ですよ。最近は二人きりになることも多くて忘れそうになるけど、三笠さんって外だとこういう人なんだよな。どうに言った猫かぶり。よく見事に切り替えられるもんだと何度見ても感心してしまう。だがこれだと三笠さんも気が休まらないだろうな。家デートにしたのはそういう意味でも良かったのかもしれない。注文を受けてから焼くので本当に焼きたてで美味しいですよ。それじゃあいただきます。というか、もともとそのつもりでここに来ましたから。そうなんですか、ありがとうございます。何にしましょうか。いやー、いいね。なんか本当に商売人って感じがするね、このピザ屋さん。そうですね。有原くんは何を食べたい？俺はそうだな、ベーシックにマルゲリータがいいかな。え、私もマルゲリータがいいんだけど。おう、ならちょうどいい。どれにするか迷わずに済むじゃないか。二人で違うものを頼んだ方が他の味を楽しめてお得じゃない？まあまあな。違う味を頼みたいならそれでもいいが、二枚も食べきれるか。大丈夫だと思うけど、私も別に小食ってわけじゃないし。おう、一般的な宅配ピザよりも小さめだから、女の人でも一人で一枚食べる人も多いよ。あー、だからサイゼみたいな感じか。なんかサイゼ基準なのがあれかもしれないけど、サイゼはさ結構小さめだよね。まあ安いからな、300円とか400円ぐらいだから。まああんな感じだけど、まあそういう感じなのかな。ほら、お店の人もこう言ってるんだから。それならいいか。じゃあこのベーコンとチーズのやつか。私もそれがいいって思ってた。すみません、マルゲリータとこのベーコンとチーズのやつ。ありがとうございます。時間5分から10分ほどかかりますが大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。持ち帰りってできますか？もちろん可能ですよ。おお。ただ箱代をいただくことになりますが。箱代構いません、持ち帰りでよろしくお願いします。わかりました、少々お待ちください。狭い車内でも器用に生地を伸ばしていく。車で焼く移動販売と思って軽く考えていたが、結構本格的なんだな。ジェラートもあるのか、そっちも食べる？今はいい、口の中が完全にピザになってるから。他のものを入れたくないやつね。優しい彼氏さんでいいですね。おー、来るね。彼氏。どうした突然。アイシャさんどうしたの？クワラシになってるけど。クワラシ。あれ、もしかして違いましたか？あ、てっきりそうなんだとばっかり。いえ違います。違うって言っちゃったよ。すみません、失礼しました。あ、いや、そっちじゃなくて、うん、彼氏っていうのは違わないっていう意味の違いますであって。もはや何なのか意味がわからない。ちょっと意味がわからない。あー、もう何言ってるんだろう私。彼氏さん羨ましいですね、こんなに可愛い彼女で。ねえ、ただ先に行かせてくれないんですよ。ね、お預け食らっちゃってまして、ピザ屋さん自慢の彼女ですから。言ったね。追い詰めるね。サトル君こういうところあるよな。じゃあこっちも負けないぐらいあっちあっちの美味しいピザを焼きますからね。おお、期待してます。行くね。やっぱり有原君って余裕があるわよね。一人でテンパってるのがなんか腹立つ。先にそれだけテンパられると俺の方は冷静になれるだけだよ。ああ、そういうパターンな。にしても本当に真っ赤だぞ。みんなに打ち明けた時でもそこまでじゃなかった気がするのに。こういうことはやっぱり公表しない方がいいか。あ、違う、別に隠してたいとかじゃなくって、改めて人に言われたら思わずテンパっちゃったというか、私たち周りからちゃんと彼氏彼女って見られてるんだなって実感した。そしたらなんかもう嬉しくなっちゃって、それで顔まで赤くなって頭の中までわちゃわちゃって。じゃあそのわちゃわちゃの状態で
青缶やめよう。そうか。ねえ、やっぱり私ばっかり好きになってない？実はそこまで好きじゃないとか。音？前髪上げておでこを出してくれないか。デコピンか。なんで？デコピン、次は本気で行くからな。ビシビシと空気を打ち抜くようなデコピンの素振りに三笠さんが身構えるお前の身体能力だとちょっと痛めになるからな、マジで。ちょっと待って、それ本当に痛いんだからね。そんなことないからな。三笠さんばっかり好きになってるわけじゃない。俺は三笠さんのことが本気で好きだ。三笠さんが思ってるよりもずっと俺は三笠さんのことが好きなんだ。たとえ冗談でも失礼なことを言ったりして。もう二度と言わないか。もう二度と言いません。じゃあ俺の方が三笠さんのことを好きだって認めるか。おっとそれは認めないんじゃないか。それとこれとは話が別だよね。余裕がないぐらい好きになってるんだから、私の方が有原くんのことが好き。いや、俺だ。私だってば。ピザ屋さん、そっか、今ピザ屋さんの前でこれやってんのか。ちょっと離れたところ行ったんじゃねえのお前ら。完全に置いてけぼりだぞ。いつから聞いてたんですか。ずっと前からやな。いや、この距離ですか。最初から最後まで幸せそうで何よりです、ね、この距離ですから。そうでしょうね。周りが見えていなかったな。もう喧嘩終わったの？うん、喧嘩はいけないんだよ。純粋なやつ来たな。どっちも大好きってことでしょ。うん、なんで喧嘩してるの？違うのよ、喧嘩するほど仲がいいということよ。なあ、子供たちまで。やばい、純粋な目が痛いぞ。若いっていいわね。まあね、あなたもね、熱々な頃があったんでしょうけどね。初々しくて可愛いわよね。もうすごい来るじゃん。いつの間にやら公園にいた人たちから注目されていたらしい。そうだよな、他の客もいるんだもんな。周りの人たちがこちらに生温かい微笑みを向けていた。さらしてもうたな。こんな雰囲気にさらされながら食事なんてできるはずもない。持ち帰りにしておいてよかった。ねえねえ、お姉ちゃん、ユーパイプに出てなかった？おっと、あ、これやめとこ。本当だ、アストラル使いのお姉ちゃんだ。ああ、どこかで見たことあるような可愛い子だと思ってたんだが。そうか、あの吉科学院の学生さんか。しかも特定までされた。いや、今までよく特定されなかったよな、逆に。大丈夫です、 SNS に書き込んだりしませんから。お？そういう問題じゃなくて、なんかもうひたすら恥ずかしいというか、なんでこんな時だけ気づかれちゃうかな。まあでも逆にもう隠しようがないよな、これで。こういうの意外と子供の方が気づくんだな。それだけ子供の方が U パイプを日常的に見てるってことかもな。うん。お兄ちゃん、お姉ちゃんの彼氏？ダメだよ、喧嘩なんてしちゃ。彼氏っていう言い方が好き。彼氏さんとかならわかるけど、彼氏っていう言い方が好き。女を泣かせる男は最低だってお母さんも言ってたよ。そうなんだね。別に泣かしちゃいないんだが。男が言い訳しない。うわ、すごいな、厳しいな、子供 B。 お母さんはお父さんをよく叱ってるから。お兄ちゃんも言い訳しちゃダメだよ。お母さんがお父さんを叱ってる。はい、すみませんでした。男が素直に謝ったら許してあげるのがいい女なんだよ、U パイプのお姉ちゃん。U パイプのお姉ちゃん。お母さんが言ってた。そうね、謝ったら素直に許してあげないとね。なんだろうこれ。わかんない。チワ喧嘩見られて子供に諭されて、もうなんか、
私何やってんだろう。とほほ特定もされてな。ああいう些細な喧嘩で後々燃え上げるのよね。あーもうもう仲直りした後はな燃え上がるのよな。確かに、うん、仲直りした日はなんか燃えるのよねまあまあまあそういうのありますね。あの子たちもやっぱり燃え上がるのかしら。そりゃもう一晩中激しいんじゃない。何せ若いんだから。ねえ、もしかしたら子供できちゃうかもしれないね。若さっていいわね。体力もあって体力もあって今のお父さんは体力ないんですか。お姉ちゃん燃えるの？火を使えるの？いや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 。すごい。そういう意味じゃなくって違うの。でも燃えるんでしょ。やばいぞ、デリケートな話題になってきたぞ。いやだからそれはあくまで比喩というか、燃えるっていうのはその夜に二人でプロレスを。そうプロレスをな。プロレスか。そうプロレスするの。昭和か。だってこんな子供相手にバカ正直に教えられるわけが。いやそもそも私が人様の子供に性教育を施す理由がないわよ。むしろ私の方こそ教育してほしいぐらいだってのに。おっと。ねえねえ、そのプロレスって時間無制限一本勝負？この子供なんだ。里いなこの子供。なかなか来るね。シングルマッチ？うん。それともみんなで一緒にデスマッチ？やめろその乱行パーティーみたいなの。なんか詳しいな。しかも食いつかれた。すげえ詳しいな。相手はお兄ちゃんなの？それはそうだな、そうありたいと願ってはいるんだけどな。ふっ、おお外堀を埋めに行く。あとシングルマッチだ。みんなで一緒にデスマッチの予定はない。お兄ちゃんは得意技とか必殺技とかあるの？まあ突き技ですよねやっぱね。ね、あとは寝技とかね。やったことないけど、パイルドライバーとか挑戦してみたいな。おー、なるほど。話を広げてるんじゃないそこ。だいたいパイルドライバーとかそんな丸見えになっちゃうような体勢できるか。な、確かにパイルドライバーあれだな、シズルさんルート思い出すな。ノーブルのパイルドライバーで言うと丸見え。親御さんちょっと止めた方がいいんじゃないですか、この好奇心を。この子らむしろ分かってて聞いてるんじゃないだろうか。なんかそう聞こえてきた。もう俺も羞恥心がマックスになったせいか、三笠さんは三笠さんで猫をかぶっている余裕がなくなったらしい。素の性格が見え隠れしている。まあ僕は学院内でもないし子供相手なんだからそこまで気にする必要もないか、なんてことを考えていると、その親の後方、公園に置かれている遊具が目に入った。おう、ああ、向こうのね。アスレチックの要素を取り入れた結構大きな遊具。一人の男の子のが、男の子が柵を乗り越え、外側の出っ張りの上に強引に立っていた。危な。ああ、またやってる。立っちゃダメって言ってるのに。ああ、でもやっちゃうやつな。危ないな。え？あ、ほんと。注意した方がいいかな。そうだな。知らない人間が子供に声をかけると警察に連絡をされてしまうかもしれないが、見て見ぬふりをするのも。そんな逡巡をしていたその時、あ、足を滑らせ体勢を崩す男の子。反射的に力を解放、飛ぶように一気にかける。対して三笠さんはその場で手を伸ばしていた。そうか、三笠さんの能力の方が安全にあの子を救うことが。俺たちの目の前で小さな体が落下していく。しまっ、背後で聞こえる声。わからないがこのまま突っ込んだ方が良さそうだ。落下点に合わせている余裕はない。スピードを緩めずそのまま突っ込む。でもさ、やばくない？大怪我するんじゃない？かばえるのはいいけどさ。それでも微妙に足りない。こうなったらヘッドスライディングでも何でもして間に合え。
大きく体勢を崩しながらも体を飛び込ませてなんとかその子供を受け止める。能力で力を引き出してなかったら危なかった。いくら子供とはいえ受け止めきれなかっただろう。お無事か？怪我とかぶつけたところは？うん平気だよ。そうか、ならいい。てか親御さんどこに行ったんだよ。そう言うと男の子はすぐに立ち上がる。確かに特に怪我をしている様子はなさそうだ。お兄ちゃん大丈夫？ほら危ないことしちゃダメって言われてるのに。ねえ怪我がなかったのはいいんだが、今後は外側を登るな。いいな。ごめんなさい。わかればいい。あなたの方こそ大丈夫？あ、はい、怪我はしてませんから。筋肉痛はあるかもしれないが。それよりこの子の親御さんのことを知ってますか？怪我はしてないし今は痛みもないみたいですが、どこかを打った可能性もなくはないので、念のため気をかけてもらった方がいいと思うんですが。ああ、そうね、わかった。知ってるから伝えておくわね。ああ、預けてた感じか。ありがとうございます。それにしてもやっぱりすごいのね、アストラル能力って。お、偏見とかはないのか？あの距離に間に合っちゃうなんて。いや、そんな大したものじゃないです。もっとスマートに助けられたらよかったんですけどね。例えば三笠さんの力ならもっと安全に助けられたんだろうが。ん？そういえば三笠さんは反応はしていたはずだが、実際に力が使われた様子はなかった。おう。え？悔しそうというか申し訳なさそうというか、複雑そうな表情を浮かべてその場に立ち尽くしていた。あー、使わなかったってこと？あ、届かなかったってことか。三笠さん、あの、そのごめん。何が？私が力を使ってればもっと簡単に助けられたって分かってるんだけど、とっさのことで能力をうまく発動させられなくて。まあ三笠さんの能力は扱いが難しそうだからな。俺みたいに経験による感覚頼りで使用すれば失敗する可能性も高いんだろう。出力の計算、座標指定とかいろいろ細かい制御が必要なはずだ。制御に失敗するとやっぱり子供に怪我を負わせる危険性もある。結果的には俺が受け止めてよかったのかもしれない。とにかく怪我もなかったんだ。三笠さんが気にする必要はない。それよりもピザだ。腹が減ったよ俺は。なんかおお、おいしいこれ。いきなりなんかすごいしょんぼりした流れからいきなり SD へ来たなガラッと変わったな空気が。本当だ、想像していたよりもかなり美味しい。あー、うまいか。もうさ、てかもうね、まあ、このタイミングで飯テロきついな。ちょっと9時ちょっと過ぎぐらいなんですけど今。硬くなったというほどではないが、話している間に冷めてしまったピザ。それでも十分その美味しさは伝わってくる。いやでも俺冷めたピザの方が好きなんだよな。なんかチーズがね、トロトロのやつも結構好きなんだけど、固まったチーズもねなかなか好きなんですよね。このトマトソース美味しい。変な甘さもなくて、ベーコンも厚切りで食べ応えがあって、チーズも本格的だ。厚切りジェイソンです。あ、すいません侮ってたな。まさかこんなに美味しいとは。これなら評判になるのも当然、安くて美味しいんだから。本当に美味しい。それにサイズもちょうどいいし、やっぱり焼きたてを食べたかったかも。おっとおっと、なんかついてるね。また一緒に買いに行けばいい。授業があるときは難しいかもしれないが、休日なら買いに行けるじゃないか。うん、でもピザはやっぱりカロリーが気になる。三笠さんの体型なら気にするほどじゃないと思うんだかな。あ、でも細い人ほどちょっと目立つっていうのはあるかもしれないな。うん、本当にうまい。止まらなくなるな、これは。
マルゲリータも一切れもらっていいか。最初からそのつもりだったんだから遠慮なくどうぞ。三笠さんもこっちのピザを食べたらどうだ。カロリーが気になるのもわかるが、味を確かめるために買ったんだから。そうね、今日ぐらい、一日ぐらい気にしないでも平気よね。それじゃこっちもいただきます。お、いやー、もううまそうもう見た感じうまそう。いや、ずっとそしてついてるっていうね、ご飯が。はぁ、ん、こっちもおいしい。あー、なんかあれだよな、このもぐもぐ音はなんかよくわかんないけどエロいよな。マルゲリータもうまい。トマトソースとこのもちもちっとした生地がまた。わかる。でもこっちのチーズとベーコンのコラボもたまらなくて。店の人が言っていた通り、サイズは宅配ピザよりも小さくて、思ったよりも簡単にペロリと食べることができた。それは三笠さんも同様で、途中でギブアップすることなく、きっちり1枚分食べきっていた。美味しかった。本当にな、三笠さんが移動販売のことを思い出してくれてよかったよ。ありがとう。今度他のピザも試してみよう。この味なら他のピザも期待できるはずだ。私もまさかこんなに美味しいとは思わなかった。一人じゃ結局行ってみる勇気を出せないままだったかもしれないから、私の方こそありがとう。はぁ、あのチーズ忘れられないかも。三笠さんはベーコンとチーズの方が気に入ったのか。有原くんはマルゲリータの方が良かったの。もちろん両方美味しかったんだが、個人的な好みではマルゲリータかな。トマトソースがうまかった。確かにトマトソースも捨てがたい腹が減ってくるもうすげえ腹減ってきたんだけど。メニューを制覇してみたい。今はお腹がいっぱいでこれ以上は食べられないけど。あ、何種類ぐらいあるんだろうね。なんかああいうさ、屋台系のやつって本当どっちかに分かれるよね。なんかアイスとかとなんかそういう感じだとさ、めっちゃ種類あるけどね。だからケバブとかさケバブなんだろう、なんかあんまり思いつかないけど、なんかそういうの、そういうね、こうジャンク系だとさ、まあ種類が少なかったりするけど、ピザとかはどうなんだろうな、多いのかな。その時は喜んで手伝わせてもらおう。うん、よろしく。お、何？お、いや、口元にソースが。あ、ソースなんだそれ。俺は手を伸ばし指でソースを拭ってやる。ペロ。あ、言ったね。は。うん。やっぱり俺はトマトソースの方が好みだな。さらっといくね。なんだ、どうかしたのか。今ペロって。ああ、すまん、そういうのを気にする方か。キスもしたんだから今さらこれぐらい気にするほどでもないと思ったんだが。別にそういうわけでは、嫌だと思ったわけじゃなくて、なんかすっごく恋人っぽかったから可愛いな綾瀬さん、唐突に可愛くなるよな。うん、唐突に怒り出すけどさ。ああ、だって俺たち恋人だろ。そうだけど、そうなんだけど、もうやっぱり私ばっかり照れてる気がするんだけどああ、なんかない、ちょっと嫌だなみたいな。そう言われてもな。あ、本気で惚れてないとか言い出したらこれだこれだぞ。ビシビシとデコピンの素振りで空気をうならせるから。わかってるわよ、もう言わないってば。疑うわけじゃないけど、私ばっかりドキドキしてるとかなんか悔しい。俺だってドキドキはしてるんだけどな。好きな女の子と二人きりなんだ、ドキドキしないわけがないだろう。その割にはなんか余裕があるのよね。おお。いや、そもそも私のアピールが足りない。みたいに何かドキドキさせるようなことは。じゃあ色仕掛けするしかないんじゃないですか。じな、なんですか。
顔にチーズとかトマトソースついてないかと思ってついてたら今度は私がドキドキさせてあげられるのに、なんでもっと子供みたいに口を汚したりしてくれないの。そんな理不尽な、今さら言われてもピザは全部食べてしまったしな。汚れてるのなら指はまだ汚れているが。おっと、じゃあ指でいい。その指私がもっと綺麗にしてあげる。それはちょっといろいろと意識しちゃうね。いやだがそれは気にしないでいいの。私が好きな人にしてあげたいだけなんだから、うん、有原くんは遠慮とかしないで、うん、まあ指じゃなくてあっちにしてほしいんだけどな。はーかわいいな。口を開け大きく舌を覗かせる。唾液に濡れた健康的なピンク色の舌、それは普通のことだと思うのだが、なぜだろう。こんなにもいやらしく見えてしまうのは俺もだ。ほら早く。あー、じゃあ息を呑み、そっと三笠さんの舌に指を乗せる。お、チーズの味がするね。うん、これは来るな。子犬のようにペロペロと俺の指に舌を這わせる三笠さん。油とチーズで汚れていた俺の指に三笠さんの唾液が上から塗られていく。そんなにチーズの味がするか。うん、してる、してるから、もっと綺麗にしないと。うん、いやー、これ舌の動きとかをな感じ取るとちょっと佐藤くん大丈夫かな。一旦お家に入った方がいいんじゃないかな。いろいろとちょっとね、恥ずかしいことになりそうだしな。いつの間にか恍惚の表情を浮かべている三笠さん。そのまま俺の指を加え込み、激しく眠ってジュルジュルとねっとりとした音を響かせる。いや、そんなこと思うわけないだろう。むしろ気持ちいいって思うよな。舐め方よ。丹念に指を舐めるその姿は最初子犬のようだと思ったが、今は全然違う。舌先でこそぎ、時にはねっとりと絡みつかせてくる。とてもいやらしくて官能的で、俺の性欲がかきたてられるみたいだ。どうする？じゃあこれからどうする？三笠さん、もう綺麗になったんじゃないのか？まだダメ。まだダメですか？いや、だが俺の言葉は本当は聞こえていないんじゃないだろうか？そんな風に思ってしまうぐらい、その姿はまさに一心不乱。三笠さん、ちょっと落ち着いた。ちょっと待って。ディープスロートになってきたよ。ちょっと大丈夫かな？あやせ！だね。お、初あやせ来ましたね。初あやせじゃん。てかさ、ずーっとピザなのやめて、その今思ったけどさ、ずーっと SDA の背景ピザなんだけど、体をびくつかせながら、三笠さんの口がようやく俺の指から離れた。今、なんて？これは聞いたな。もう十分綺麗になったはずだぞ、綾瀬。ふっ。急に名前で呼ぶとか、やめてよ。名前で呼ばれただけでこんなに感じる系ですか。もうなんか敏感だな、ほんと綾瀬さんは。いろいろとその感覚もそうだし、いろいろと。恋人なんだから名前で呼ぶ方が自然かと思ったんだが、嫌だったか。嫌じゃない、嫌なわけない。むしろ嬉しい。嬉しすぎて体が震えちゃうぐらい、うん、だから困ってる。じゃあこれからも綾瀬って呼んでいいよな。それは、ありがとう、綾瀬。
攻め返したな。名前で呼ぶのはいいけど、慣れるまでは頻繁に呼んじゃダメ。本当に体が震えそうになるんだから。いやー、これは耳が弱そうですね。ゆかりさん並みに弱そうですね。ね、こうささやきながらこう耳ハムハムしながらね、こうサワサワするみたいなね。わかったよ、綾瀬。うん、全然わかってない。本当に嬉しすぎておかしくなっちゃいそうなんだからね。サトル。おお、全国のサトルくん、うらやましいな。名前を呼ばれることは今までにもあった。ナナミなんていつもサトルくんと呼ぶし、親父や恭平もサトルと呼ぶ。でも綾瀬に好きな人に名前で呼ばれると全然違っていた。そうか。嬉しすぎて心臓が強く跳ね、体が大きく震えてしまった。これは確かにやばいな。どう？私の気持ちが分かった？ああ、実感した。お互い慣れるまではちょっと控えよう。それがいいと思う。だが名前で呼ぶことはやめなくてもいいんだよな。うん、そこに関してはこのまま続けたいです。綾瀬、サトル。あ、この流れは互いが互いに嬉しさで震え合う。はたから見ればバカみたいな光景に思われるかもしれない。だがそんなバカみたいなことにどうしようもない幸せを感じていた。にゃーおっとおっと。そして野良助がしっかりとそれを見ていくと。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。いやー、すごいね、なんかはたから見たらバカップルみたいなね感じでしたけれどもね。まあでもそうだよな、まあいろいろとねハードルがある中でお互い頑張ってね距離を縮めようとしてるんだもんな。はい、まあもっとね先に進んでほしいな。もう指ペロペロとかね、なんかそういうのじゃなくてね、うんね、あれね、あれペロペロとかね、うん、まあいろいろなちょっと先に進んでほしいなと思う俺ではあるんですが、はい、今回はここまでです。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。